はい、私どもで行っております、シニアの役員様向けの、老齢厚生年金の復活ご支援ですね、年金復活プランという言い方をしているんですけれども、役員報酬最適化という手法を用います。役員さんの役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えるということで、年収を下げなくても、老齢厚生年金が支給停止にならずに受け取っていただけるということで、現在、シニアの役員様にですね、大変ご好評をいただいている、内容でございます。一つですね、実例を出させていただきますね。どういった効果が発生するのかということで、役員報酬の、支払い方を変えるだけで、どれぐらい効果があるのかということですね。実例を出してみたいと思います。ある社長様のですね、例でご了解をいただいて、お名前はね、伏せますけれども、金額をお知らせしたいと思います。で、この社長様は、今年度、平成26年度中に61歳になられる方です。ですから、現在60歳ですね。で、このままいきますとね、現状ですと報酬が高いので、61歳、老齢厚生年金、60歳代前半の老齢厚生年金を受けられる年齢になられたとしても、現状ではですね、実際、老齢厚生年金を受けられる、ね、金額はありません。ゼロですね。全額支給停止になります。権利としてはですね、140万、老齢厚生年金が140万ほどね、もらえていただける方なんですけれどもね、ですから退任をされれば、社長様を退任されればですね、約140万を受けられるところなんですが、現状の報酬のまま、代表取締役様のままでしたらね、在職老齢年金という規定に引っかかってしまって、役員報酬と老齢厚生年金の調整の仕組みなんですけどね、そのため、老齢厚生年金は全く受けられないと、そういう方です。で、この方が、私どもにご依頼をいただいて、役員報酬最適化を、業務をね、ご依頼いただきましたので、このままいきますとね、61歳の、老齢厚生年金、60歳代前半の老齢厚生年金支給開始年齢になられたときには、老齢厚生年金の、権利は、ね、140万発生しているうちの全額はもらえるようにはならないんですけれども、そのうちのですね、何パーセントですかね、100万円、100万円、約100万円を受けていただけると。ですから、停止になる部分は、約40万円。こういうことですので、全くその役員報酬の支払い方を変えないままだと、年金額ゼロのものがですね、100万円もらっていただけるということです。この状態が、同じ年収であったらですね、65歳になるまでずっと続くわけですね。で、65歳以降は、老齢厚生年金を全額受け取っていただけるという形になります。